ゃにゃにゃにゃー、ダンジョンでチョコ。勢いで来てしまいましたが、なんなんですかこの服は。おお、よく似合ってるぜリリッチ。ええ、本当にダンジョン由来のものなのだろうが、生地もかなり上質のようだ。そんな話聞いてません。この服は何なのかって聞いてるんでさ。こいつはレッドキャップのレッドやラミアのラウラなんかが作ったバレンタイン勝負服さ。あいつら手先が器用だからよ。何にニヤニヤ笑ってるんですか。もうすっかりリド様も楽しんでいるではないですか。って、そうではなくて、どうしてリリたちまで着させられているのかと。そんなの、人間と仲良くしたいからに決まってるだろ、リリッチ。あ？フィアたちだけじゃなくてよ、他の同胞も人と仲良くなれるかもしれねえお祭りだって聞いてはしゃいでた。そりゃあ俺っちやグロスは群れの安全を預かってるからよ、表立って賛同はできなかった。危ねえ橋は渡らせられねえしな。冒険者たちと仲良くなりてえっていうみんなの気持ちはやっぱり否定できねえよ。チョコレート以外にも何かできないかっていろいろ作っちまう同胞たちを止めることは難しいぜ。それこそあんなに顔をキラキラ輝かせられちまったらね。私はちゃんと止めたからな。な、グロス、てめえ、せっかくいい話してたのに自分だけ保身に走るんじゃねえ。そんな話聞かせるのはずるいです。リリ様、分かっています。皆さんありがとうございます。ああ、ここにいない連中も含めてリリッチの言葉聞いたらみんな大喜びだ。ありがたく着させていただきます。お、思う存分来てくれよ。用意した連中も作った甲斐があったって言うと思うぜ。しかしよくパルム用の寸法のものがあったね。リリッチのはパルーム用じゃねえぞ。あ？アルミラージのアルル用に作ってたやつだ。四足歩行用。ああ、それをレッドがちょちょいとリリッチ用に仕立て直してくれてさ。アルルも喜んでたぜ。あいつ、リリッチのこと姉妹みたいに思ってるから。リリッチはすげえ美女のアルミラージに変身できるからよ。それでその服着ればもう敵なしなんだってよ。美女のアルミラージ、美人アルミラージ姉妹リリルカアルルキラ。ボソッととんでもねえネタつぶやくんじゃねえグロス。もうそれ今度からお前の持ちネタな。美人アルミラージ姉妹リリルカアルルウサミンミンミンキュルルン。なぜ私を蹴る。
こっち来た。そりゃお前は蹴られるに決まって、ゴー、俺っちも蹴られた。なんで、リリ様、どうか怒りを収めして。